誰も連れてないですね。はい、ジーグに流れが吸い付かないですね。非常に釣れる気がしないですね今。やべえ、シラス船が来た。シラス船が来ました。ひどいでしょあのセッキング。あのエリアに多分シラスいるんでしょうね。で、あれシラス取ってる時逃げるから意外にね悪くはないんですよ。釣れんのは6時15分かもしれないですね、曇ってるから。あ、ナブラ立ってる、ナブラ立ってる、ほら。あれは得意分野ですね。まあこれからですから。中丁場で本領発揮は8時からですから。今ウォーミングアップ。はい、今ウォーミングアップ。あの座ってる人がいるってことは釣れてない証拠ですからね。あそこ座ってるじゃないですか。砂もう何にも当たんないですからね。ノーバイトです。ノーバイバイです。ノーバイバイ。ノーバイバイ。ノーバイバイですよ。ノーバイバイやばい。ノーバイバイで帰っちゃうな。まあ嫌ですね。やっぱここで釣っとかないと。またあの堤防行きたくないから。匂いが足んないのかな。はアシストに塗って、アシストに塗ってボディにまで塗っちめいますみたいな。これで完璧だ。まあ一番理想なのは潮目がサンドイッチになってる状態。ダブル潮目がいいですね。ダブルバーガーじゃないですか。ダブル潮目がいいですね。はい、それのセカンド、奥側がいいっすね。よし、出てきたぞ、この太陽。気づくぞ、光るから。光ってなんぼですかね、これは。基本あれなんですよね、青の目で気づいてくれた方がね、食ってくれるんですよね。音だとやっぱちょっと違和感を感じてるのか、ついてくるけど食わないっていうの多いんですよね。新天竺の一番の武器である弱い波動のフラッシング、それがすごい効いてると思いますね。とにかくまあこんだけ太陽が出てきてくれれば光るんで、でしかも鉛の波動とは違うね、シリコンならではの弱い波動、それでがピカッとね、これ光ってますからね、こんだけ光りますからね。これがすごい魚を違和感なく寄せ付けるパワーだと思います。来た、来ました。あれ押し切ってるよな。ええ、バレた、バレた、マジかよ、畜生、食ったのに。なんだよ今の、なんだよ、決まったぜと思ったのに。完璧だったんですけどね、ナブラのちょっと先に投げて、あ、これ来るだろうなと思ったらドーンって来たのに。なんだよ今の、カッチョ悪いな。わあ、ダブル勝負ですよ今。これですよね。はい、あれの奥側ってことですよね。今ダブル勝負の奥でボールしました。わあ、そこで釣れそうだよな今。あの向こう、はい、
や今そこで今モワ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 したんですよ。これです。はい、全く当たんないですけど。誰も釣りしてないですよね。本当ですよ。あ、地上目ダブルが来ましたよ。トリプルになってます。次から次へと塩目くんのや。寝魚だ。なんだこれ、ハタです。多分赤潮ですよ、あれ。アウトじゃないですか。赤潮。やっぱここで釣っとかないと。またあの堤防行きたくないですから。こんにちは、俺のせいです。今日も暑いですね。こんな暑い時はですね、シリテンジグをね使って適当に青のを釣ろうみたいな、まあね、この釣り方なんですけど、まずキャストして着水したら巻いてくる、ただそれだけで釣れるんでね、ぜひこのシリテンジグのねポテンシャルをね皆さんにお見せしたいと思います。では、このシリテンジグを使って頑張ります。待ってください、当たりないんでちょっと豪さん投げてみますね。微振動系のスモールバイブで狙ってみます。わあ、今稲田ついてきたのに。もうちょいだよな。よっしゃ。おっと、やっぱカンパチいるよ、カンパチ。うん、いる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 。よいしょ。おっと、サイズいいじゃん。量計ですね。ゴーさんタングステンです。コースだけ行くとダメだね。余計な色があるとやっぱこう接近性は弱いね。と思ったら食っちゃった。やっぱ人の影が見えないと食っちゃうんだよ。だからこう接近、そうそうそう。これ銀粉狙ってますよ。銀粉狙ってる。これほら、狙ってる狙ってる。
今サスペンドで食ったすげえサスペンドで食った。完全決め打ちしてくれたもんな。ゴーさんです。タングステーで食いました。ここ最近やってるのがレバーフッキングってやつで、これでこれ逆転するじゃないですか、はい、この状況で巻くんですよ、はい、で巻き続けてると当たるじゃないですか、合わせないんですよ。そうすると魚がコンって合わせて飛ばない、合わせると飛ぶじゃないですか、はい、追わなくなるんですよ。で巻き続けるんですよ、コン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 って入るんですよ。そうしたら口にかかってます。大会飲まれてます。バル飲んでくる、はい、もう頭きてるからもう絶対食ってやるとずっと食ってくるんですよ。それをやってからスモールバイブでのバラシは減りましたね、かなり口の中入るようになりました。ということは郷さんもスピンにやった方がいい、はい、絶対そっちの方がいいと思う。だレバーブレーキ巻くとこうやって逆転するじゃないですか、はいはい、このたわみが口の中に吸い込ます、楽にやりやすくなるんだと思いますよ。もうこれやってからかなりの高確率で口に入るようになりました。やっぱでかいと入んないですけど、まあ、魚がでかかったら入りますけど、レバーフッキング決まったぜ。おっくー面白いすごいぜ、ゴーさんタングステー。あ、バレた。しゃー、てこずるな、こいつら。これやっぱ表層なんですよね。よし、食った。よし、なんかね、ゴーサンタングステ君の量刑なんですよね。いいじゃん、ほら、よっしゃ、素晴らしい。はい、どうもお疲れ様でした、今回ですね、このシリテンジングを使ってアモノとかね、釣れる魚を何でも釣ってやろうと思ったんですけど、まあなんだかんだ言ってたくさん釣れました。で特にですね、僕ソーダカツオっていうのはすごい愛着、思い入れがありまして、20年前よく釣りしてて、ナブラとかだって全く釣れなかったんですよ。それがですね、シリテンバイブであったり、このシリテンジグを使えば着水して糸吹け取ってスローに巻いてくれば釣れちゃうんですよね。その単純な作業で今まで攻略ができなかったソーダカツオが入れ食いになれる、そんな素晴らしいルアーがね、このシリテンジグなんで、ぜひね、漁港、小動詞のいいとこ漁港だったらどこにでもソーダカツオ、イナダ、アモノ何でもいるんで、そういうとこでぜひこのシリテンジグもしくはシリテンバイブを使ってアモノをたくさん釣ってください。本当ね、テクニックいらないんで誰でも釣れます。本当今回大雨が降ったりとかいろいろ大変なことありましたけど、それでもたくさん釣れたんで、もうこれ運と腕の差関係ないです。ルアーのポテンシャルだけで釣ってるんでね、ぜひ皆さんもこのシリテンジグを使って、まあ、適当に何でも釣ってください。本当皆さんの釣果を約束してくれるわです、今回クソ暑い中頑張りましたけど、どうも一日お疲れ様でした。久々に川だ、これ川、川だ、ナブサイドってないよ、初めて、初体験、初体験、ゾッとするわ、物がだから、それが仕事だったね、来るかなと思って、うまい、うまい、だから最悪ルアーは投げる、これかかるでしょ。ベイトいる？いや、ルアー投げてないです、ルアー投げてない、ほら、これ今ほら向こう
構やっぱりほら釣り場の状況を見てリーダー組む派なの。人もうすぐ分かるわ。釣れないときは右か左に3歩ずれて投げる。テクニックはそれぐらいかな。同じで立ち位置から投げるんじゃなくてね、ずれて投げる。そうすると全くトレースコースが違うから、それだけでね食うってこともあるんでね、3歩ずれて投げます。マドネスの新製品待ち抜け用のルアーなんですけど、シラスとかジャコ食ってる時に効くんで、シリテン70を青物を狙いたいと思います。ただですね、これにさらなる強力の武器があります。じゃん、バクルフォービラーです。これを塗り塗りするとさらに魚が寄るんで、これを塗って試したいと思います。バクルフォービラーを表面塗って、ではいきます。来た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 、食いました、一撃です、バクルフォービラー。あ、バレた。食いました、すごい、すごいです。サイトで落としたら食っちゃいました。うー、取れちゃう。